マルタビュレット文化の考古文化である。模式地は、ウソリスキー地区のマルタ村とボハンスキー地区のビュレット村にちなんで名付けられた。マルタの近くで遺骨が見つかった少年は、通常、略語 MA-1 で知られている。1920年代に発見され、遺骨は24000年前のものとされている。2013年以降に発表された調査によると、MA-1 は、 シュベリア人、アメリカインディアン、青銅器時代のヤムナ文化とユーラシアステップの母体、文化の人々の遺伝的祖先に関連する集団に属していた。特に、現代のネイティブアメリカン、ケット人、マンシニン、セリクプ人は、MA-1 に関連するかなりの量の祖先を持つことがわかっている。MA-1 は、YDNA-R の唯一知られている例である。 MA-1 のミトコンドリア DNA は、ハプログループ U の未解明の解決等に属している。MA-1 は、古代北シベリア人と呼ばれる柳川の近くで見つかった二人の、老齢の後期旧石器時代のシベリア人と、中国の後期旧石器時代の伝言道人とも関係がある。ありがとうございます。